おはおももどどううでですどうもなるみです第4回、<お>カルビープレゼンツ。<laughs> <laughs> プロ野球チップス。マジか。さあ、やってまいりました。プロ野球も今は何シーズンオフなのかなオンなのかなちょっとシーズンオフですね。詳しいことは分かりませんが。うん、あの、ひそかな人気コーナーじゃないですか、これ。ひそかな人気コーナー。ここに。 これでもさ第2弾って書いてあるけどなんかね最近噂によると第3弾が売,れ売られ始めてるらしいからちょっと多分ね日本から書いたらマーティンとか抜かれてるんですよ。ね<笑><笑>最新のラインナップになってんだよ僕さこれ前回放送した「マーティン」2回連続引いたやつ、うん、個人的に全900話ぐらいの中でもトップ5に入るぐらい笑ったんだけど <laughs> <laughs> またマーティンかよっつって <laughs>。 あれね、二回ちゃんと聞かなきゃ分かんない、かつ、<お> <laughs> 野球ちょっとしなきゃ分かんないからさ、<laughs> ハイコンテキストなんだよ、ね。ハイコンテキストだけど、ちょっと面白くないまたまたね。もう面白い。あれすごいすなんでマーティン、しかも、ロッテから書いちゃった瞬間に来たからな、あれね。ね間の悪さもすごいよね。なるみさんの周りで反応的にはどうですか <laughs> 無風ですね。<laughs> 全然無風だよ。<laughs> 他にもっと言う、なんかある、あったけどね。 よかったみたいなのがね <laughs> <何>マーティンではないんだマーティンではないんだ <laughs> マーティンではない全然なるほどねうん本日カルビー提供プロ野球チップスこちらもう第4回第4回となっておりますまだまだありますはい今風は明けたんですがうん皆さん関根勤違うな関根宏フレンドパークというのをご存知でしょうか昔やってたでしょ関口博宏だねうん 関根勤もあれだねあの、ラビット関根だった人だね。そう <laughs>、ま。それすら何も分かんないから、もういいよ、うん。そこでですねで。髪型変わったよね、関根勤もね。知らんけども。ちょっとリーゼントっぽい感じから、ナチュラルな感じなんじゃない、関根さん。その関口博士のフレンドパークで、ダーツをやるときに、うん、昔人気だった、もう廃盤となっている三菱パジェロ。パジェロね。<laughs> それが当たるように、パジェロ、パジェロというのがありましたね。ありました。 皆さん今から僕は開けるのですが心の中でマー、まあ、ティンマー、まあ、<laughs> ティンマー、まあ、ティンとマーティンとマーティンマーティン。いきます。<laughs> まあ、はい、ティン早く開けるよ。一人目めだん。おおなんかこれちょっと違う。だ誰誰 背番号 7? ベイスターズ背番号7佐野啓太最高出塁率<ー>なんかこれちょっと違うほらキラキラしてるじゃんキラキラはしてないキラの1個手前なんかね一個手前でっかく書かれてるベイスターズの若手選手であの結構ヒットコースを打つタイプですねホームランバッターでもないしそんな晴れじゃないけどあのシングルヒットツーベースを割とコつみ重ねて出塁率高いタイプのバッターですよね 過去5年の最高出塁率打者規定打席以上2017年筒,筒に香りって書いてな誰って読むんだろう筒号筒号おお2017年筒号2018年筒号2019年筒号2020年サムケータ2021年サムケータおすごいじゃないですか打数545打数165アンダーで出塁率3.76、うん、で2020年は3.95すごいねめちゃめちゃいいよ3.95はなんか、うん すごい気がする。野球ってさ、いかに3アウト、3つアウトを取られる前に、ルイン出て点入れるかのゲームじゃないですか。はい。だから、ヒットを打つとか、ホームランスとかと同じぐらい、まず、アウトカウント増やさないと大事なんですよ。うん、で、アウトカウント増やさないっていうのは、ヒット打つだけじゃなくて、フォアボール入れるとか、エラーで出るとか、デッドボール入れるとか、とかにかくルイン出れば、それはアウトカウント増やさずに、次のパターン回す,回すっていう価値があるんですよね。<laughs> だから結構あの、セーバーメトリックスって言われてるんですけど、ヒットを打つ打率だけじゃなく、トータルスイースっていうのが超重要視されてるんですよ、今の野球だと。それあれじゃん、マネーボールで。そう、マネーボールで、ね。あのね、ー、ブラッド・ピットじゃないやが言ってたよ。<laughs> ブラッド・ピットが言ってたよね。なんでもいいから、塁に出る。そう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 、ヒットを打つっていうのは技術の問題だけど、例えば、フォアボールってさ、このバッターめちゃめちゃ打つなとか、うん、どこ投げればいいかな分かんないけど、投げづらいとか思わせれば。 自然とボール球が増えて、フォアボール増えて、塁出れるんだよね。そういうバッターっていうのは、ヒットを打つバッターと同じぐらい価値があるわけだから、からそのサノケータの3割キューブっていうのは、ほぼ4割バッターと同じ価値があるんだよね。え、ってことは何 ?3 回に、3.4回に、回に違うの3回に1回以上。1回のうち4回は塁出るわけ。<回>めちゃめちゃ確率高いだいいじゃん。 例えば、満塁の場面で佐野啓太に回ると、3回に1回は点が取れるってことだよね。っていうことは分かるわけだよね。えぇ、じゃんけんより確率いいじゃん。うん。例えば、めちゃめちゃヒット打つバッターだけど、フォアボールを全然選べないから、手術が低いバッターもいるんだよね。はい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 。そういうバッターを実はあんまり評価されないんだよね。佐野啓太みたいに、そこそこヒットも打つけど、フォアボールをなぜか出せてしまうバッターっていうのは、実は相手ピッチャーからしたら威圧感があるし、 なんか嫌なバッターって見られてるわけだからなんかあるんだろうこっちがあるすお,お腹がすっごいポッコリ出てるとかさ分かんないけどなん,なんかあるんだよねそうそう確かに出塁率だわあの打率じゃないんだねうん実は打率よりも出塁率の方が今重視されてておおそうなんだあのやっぱ野球って1回の攻撃はスリーアウトじゃんうんそのスリーアウトのスリーまでいかないっていうのが超大事なんだよねスリーアウトまで行っちゃうと1回攻撃が止まってリセットされちゃうでしょうんいかにスリーアウトいかずに攻撃を続けるかのゲームだから アウトにならなならいい技術っていうのが超大事なんだよね<ー>例えばそれ足が速いとかもそうだし<は>フォアボール選べるとかもそうだからめちゃめちゃ打つ以外の要素もとても大事で佐野啓太っていうのはなんだかんだルイに出るとかなんだかんだアウトにならない技術を持ってるバッターってことだから重宝されてるわけだよね。 でも、セ・リーグ代表するバッター、それ、佐野啓太はね、そういう意味では。へぇ佐野啓太、1994年11月28日生まれ、岡山県出身、178センチ、88キロ、右投げ、左打ち、外野手。これだけを見ると、普通だな。普通、普通。あと、ホームランもめちゃめちゃするわけじゃないし、うん、村上みたいな派手さもないし、坂本とか、なんか山田テスみたいな、そういう派手さは一切ないんだけど、類に出るなんか、類出てるっていう。それで1位になってるわけだから、実は貢献度はめちゃめちゃ高い。これさ、ヘルメットさ、 うん、なんか、顎の近くまで来てるじゃん。あもう最近のバッターのヘルメットは、この顎までカバーしてるんだよね。え、僕が見てみんなそうだよ。本当にうん。<あ>この3年ぐらいで増えてる、そういうのが。僕が知ってる高橋由伸の。高橋由伸のね、十 <laughs> 何年前だよ。もう、える男の24って言いながら、巨人のドラフトで巨人入ったとか言ってたとき、ま、耳までだよね。そう。普通の帽子みたいな感じだよね。うん、今そっから耳からら耳顎のラインまで プロテクターてのそうなんだ、まあ確かにね、左で打つならこんぐらいあったほうがいいよね。結構、すっぽ抜けた変化球が、ここに顔のほうにちゃってる。あ、に当たるんだろうね。じゃあ、フルフェイスでやりゃいいのに。えー、まあでもここまででいいのか。知らなかった、ヘルメットこんなふうになってる。もともと外国人選手、そういうヘルメットよく使ってたんだけど、日本人選手もね、割と増えてきてるね。そうなんだ。それね。うん。ベイスターズ、最高出塁です。続きまして、はい。はい、皆さん。 心ののの中でいきますパッお、んんなるみささにクイズちょ全然あのね、ま、夏目さんの背景と被って見えないんだだけけどあ、松本ヒントは61番番誰だっけ答え西武ライオンズ平良海馬。 あ平じゃん。平。平めちゃめちゃいいよ。<laughs> ドラフト4位。ね、夏目さん絶対好きだと思うよ。1999年生まれ11月15日、沖縄県出身、173センチ、体重100キロ、でっか。投手、うん、新人王、2020年、新人王を取ってる。平めちゃめちゃいいよ。で、2017年、ドラフト4位で、八重山商工から西武に入団、うん。僕、2018年に西武ドーム行ったにタに、平、うん、が初めて登板した試合見たんですよね。あのー、延長戦で、なんか、高校を卒業したばっかの選手が。 負けてる時に出てきて、なんとなく抑えて、その裏、なんか西武がさよなら勝ちして、平良がころっと勝利投手になっちゃったりしたんだけど、うん、その最初の当番見たし、そういうよく分かんないデビューから、今は日本代表の選手になってますからね、あそうなんだ。めちゃめちゃすごい。今、21、人ぐらいの若い選手なんですけど、僕が見てた時に日本代表上原とか松坂だったよな <laughs> なんんで20年前 <laughs> <laughs> あの去年のオリンピック、去年とか一昨年のオリンピックの代表選手が。うん でですねセーブでもね、抑えとかセットアップあるピッチャーで、若手の中で最もすごいピッチャーですね、ストレートはとにかく速いし、あの変化球もめちゃめちゃ切れるから、打てない、本当に昨年は7月1日のソフトバンク戦で39試合連続無失点の大記録を打ち立てた、シーズン21ホールド、20セーブ、防御率0.90の安定感が出てきたピッチングでチームに貢献。今年も3月30月日の日 ボンハム戦で3者連続ラぶり三振と絶好調勢いは止まらない本当にすごいあの防御率0.91ってあったじゃん0.900.90それつまりどういうことかっていうと1試合って9回あるじゃん、はあ、イニングが1試合投手投げて平均0.9点しか取られないんですよへえ<ー>平ーが1試合投げると1点取れないんだそうそうそうこれアベレージどんなもんなの2.2ぐらい普通の人はね4.5とかなんだと思うんだよね これ0.9って何あの ?1 試合しか投げてませんみたいなそういう話ちゃんとあの、規定投球回数があって、ある程度のボリュームいかないと認められないんだけど、平良はあの数十試合投げて、そのレベルいくっていうね。すごい。21年度成績62登板、うん、3勝利4敗北、20セーブ、HP ってなんだろう ?HP24。HP ホールドポイント。で、投球回60の脱三振70で、防御率0.90。めちゃくちゃやばいよ。投球回で 脱産値71点じゃん、うん、毎回1個以上三振取るんだよね。そうすると打つチャンスがほとんどないわけじゃないですか。なるほどね。例えば平ーっていうのは西武ラウンズのピッチャーだけど、西武ラウンズが8回、9回に勝ってる時出てくるんだよね。はいそうすると向こうからするとさ、残り2回で逆転しなきゃいけないじゃん、西武ラウンズを。佐々木じゃん、大魔神じゃん。そう、大魔神みたいなもんで、あと2回で絶対に点取らなきゃいけないのに、1試合でて点取れないように平ラー出てくるっていう絶望感を与えてくるわけよ。ああなるほどね。 心折るピッチャーなんだよね。安定の抑えじゃん。そうそう。それぐらいやばいピッチャーですね。これを聞いているリスナーの皆さんは、ちょっとわからないこともあるかもしれないので、これは何平、開間、ポッドキャストで言うと何、何 <laughs> <laughs> あれ、かりんさんがベンチプレス150上がるみたいな、<laughs> そういう感じ。<laughs> まあ、そうだね。うん、そうだね。<laughs> 宮川さん 100m8 秒で走るみたいな感じかな。<laughs> <それは笑> それはやっぱすごいそんな。もうきついよ、それも。<laughs> え、それプログラミングでそんな足速いんですかみたいな、そういう感じ。ああ、すごいね、それは。めちゃくちゃやばい。<laughs> 合ってんのか、そのた <laughs> ああっ,あっ <laughs> かりんさんのベンチプレス150、そうか。宮川さんの100メートル8秒みたいな。そう。絶望的なことが起きるわけよ。確かに。一緒にかけっこしても勝てないね。そう。あと、8回、9回、少ないチャンスをものにして、逆転勝ちしたいなっていう気持ちの時に、 タイラが出てきて三者三振とかやってくるから、うん、シューンってなるわけよそれ繊維創集させるピッチャーなんだよねタイラってのはで夏目さんが多分好きな好きだろうなと思うのはタイラが今年 YouTube チャンネル作ってさへーゲーム実況やってんのよえそうなんだであの投げた日にやってんのよすごいね。<laughs> <laughs> めちゃめちゃすごくない, <laughs> すごい、ね、ひょっぽど疲れないのかな そうでそのチーム負けたもやってんだよね怒られろ <laughs> で怒られなんかアンチも来るんだけど、うん、うるせえとか言いながらゲームずっとやってんのよ平らゲームホン<う>超面白いんだ <laughs> チャンネル登録者数7万人 <laughs> あの今年一気に増えてさ、うん、なんか西武が終盤戦さ西武って、まあ、まあまあ強いチームだから優勝争いしてんだよね、うん、優勝争いしてる大事なめゲームでめちゃくちゃ巻き越したの最後に あと一歩で優勝とかでめちゃくちゃ負けたのよ。その時もタイラはなんかめちゃめちゃゲーム実況してるさ。<laughs> <laughs> そのハートの強さは俺は大好きなんだよね。なんかエイペックスだっけあの、なんかあれだね、だシューティングもそうだし、バラランってやってんね、結構ちゃんとやってんじゃん。マイクラとかいろいろやってる、<laughs> なんかそういう系なんだ。若いね。マイクロで西部ドームの建物作ったりして、<laughs> いやでもちゃんとね、その視聴者とコメントやりしてほしてさ。ほんとだ。 すげえ面白いよ。いや、今時の選手ってこうなんだなっていう。しかも、野球選手として見るとすごい、おーってなるけど、若いんだね、やっぱ、当たり前か。9 9 1とか2とかだもんね、今ね。こういう感じなんだね。すごいよ。い沖縄出身の選手でさ、うん、何もかもマイペースなのよ。<laughs> そういうところが、なんか、おっさんからすると、すごいキラキラして見える感じだね。ほんとだね。平良のファン多いよ、すごい。西武ファンの中でも。 こういうふうに、ふてぶてしく生きていたいなって思うっていうふうに、おっさんが思っちゃうような若い子っていう感じ。憧れちゃうよね、やっぱね、タイラは。Twitter、フォロワー3.3万人、プロフィール、プロ野球選手兼 YouTube 配信者。<laughs> <laughs> 書いてある。<laughs> 俺たちの中では YouTube 本職って思えてるからね。タイラのチャンネル、ぜひ見てほしいの、ね、面白い、すごい。<laughs> でもバロランとかそういうのちゃんとやってんのはなんかちゃんとねゲームしながらさうん野球に関する質問拾ってってさ好きな選手誰ですかとかすごいと思う選手誰ですかみたいな質問を答えてきながらさーゲームやっててでもそれもやっぱいろんなところから野球ファンを増やしたいっていう気持ちがあるみたいでさうんうんちゃんとしようなと思ってでもまあきっと近々メジャーに行くようなすごい選手だね平そうなんだうんインスタとか TikTok も普通にアカウントあるよあそうなんだうん 今時の選手だよねねゴルフやったりしてるわ、インスタで。うん。<ー>ぜひね、夏目さん、ゲーム実況見てほしいな。<laughs> ゲーム実況者としてはどうなのって感じだと思うけどいや。ゲーム実況としても結構ありだと思うよ。<laughs> あ、そうなんだ。うん。ゲーム実況の時に、他の選手呼んでくるから、<あ>まね、それ面白いね。<laughs> 強いんだよ、またそれが。はは シーズンオフはね、他のチームの選手を呼んできたりするからね。えー、インスタとか見てると、本当に普通に友達フォローしてるな、これ <laughs>。友達の野球選手たちフォローしたりしてる。はあ、面白い。今時っぽいね、うん。今時の普通の子っていう感じで、ね、ただ野球も好きでゲームも好きな若者っていう感じですね。いいじゃないですか。いや、応援するよ、こういう人は。応援したいよね、タイヤはね、うん。素晴らしい。うん。今日はその2枚ですかいいね、これは。 はい本日出てきたのはマーティンではなくベイスターズの佐野タ太佐野啓太と平海馬ってどっちも若手のヒーローだよね新人王と最高出類率、うん、はいこれが欲しい方は「どんぐり FM」つけて「どんぐり FM」つけてねツイートしてくれれば夏め、うん、さん3位入りで送りますのでもしかしたらこれを聞いてる平さんが今度ゲストに出てサインくれるかもしれないんで <laughs> でもそういうことでしょ <laughs> まあそういうことありえる <laughs> ありえますよもういやあ楽しみうん以上カルビー提供プロ野球チップスでした意外と続くねこのコーナーね <laughs> <laughs> まだ喋っちゃうなこれやるとな <laughs> 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 楽しいからねうん